はい、トリスタンの、まあ、改修改造でですね、今やってたところのチェックをします。アーマー装甲のパテ盛りがある程度は終わりましたが、まだ終わってないですね。あと肩スイングの確保ですね、確保今のところできています。フロントサイドアーマー類の延長は終わりました。終わり。フットパーツのつま先延長まだですね。丸モールドどうするかっていうのを残すことに決定です。これは消します。バックパックのスラスターセリュー板やり直しはまだ、ダム裏のセリュー板まだ、革とハメ加工まだ、腹部自己後方変更は延長は行いました。まだ 1,2,3,4 10個のうちの 4個しか終わってない。まだまだありましたね。だいぶ終わったと思ったらまだまだ先があります。まあ、ここにもありますが、アーマー、肩アーマー、ショルダーアーマーの裏側ですね、これはもうパラパラになってますけど、こちらはまあ埋めてですね、形をきれいに整えていくということですね。とフロントアーマーとかサイドアーマーの、この大型、このフロントアーマーは大型化で、これの裏側のところはですね、抜きになってますので、これをまあ、盛り付けをしていくということになります。形状若干変える可能性もあります。腹の軸の変更書いてなかったな。腹部、軸を、腹部軸の後方変更です。右ですけれども、フットパーツですね、このフットパーツのつま先は気に入れませんので若干変更します。まあ、カットして、まあ、先に伸ばすっていう風な形かな。まあ、定番ですよね。それから あとこの78ガンダムのこの丸モールドなんですけれども、これ取りますとこうツルツルになって格好悪いんで、これを取るか取らないか検討します。で、バックパックのスラスターですね、これのこのサイドのスラスターがすごくモールドがダサいのと、まあこれはまあちょっとなんとかしたいなっていう風なのと、それからこの整流板、これ邪魔なんですよ。邪魔っていうか、まあ、ディティールが悪いし、でこのバーニアがさっぱりわからんので、この整流板なんとかしたいなと思っています。これがなんかちっちゃくてかっこ悪いで、これがやたらと出てる割には後ろ裏側のこのなんか肉抜きはバッチリ見えてるので、これもなんとかしたいなと。から、あと頭部は全然今まで触ってはないんですけれども、これは後はめ加工ができるタイプのガンダムの顔ですので、後はめ加工をします。はい、ただね、今日できそうな作業のもうとりあえずを出しておきました。頭部も少し大きくしようと思います。こういう形ね、これはですね、ここのあたりでこういう形でカットですね。はい、でこのあとこれサイドアーマーです。サイドアーマーはモールドが結構深く掘られていますので、うまいことこのモールドとこのモールドの間をカット、外に張り出す2ミリぐらいですね。今までこんな感じにしてたんですけど、これこんな感じにします。そうすることで、軸の周りの部分が細くなりますので、肩を上げやすくなります。では作業開始。はい、カットしました。チョッパーという道具です。よく見てでカットしていきます。2ミリ厚ぐらいまではいけるのかな。まっすぐとした厚みが 2.9 の厚みが取れますので、板をね、今から作っていきます。ちょっとこちらを高さと斜めの部分を考慮した上でここを接着します。とりあえずね、こっち側だけきれいにっていうか、ある程度かじっておきましょうかね。で、フロントアーマーだな。よし、はい、3ミリ延長でこんな風合いになります。はい、次はね、サイドアーマーの延長になります。ゆっ
っくりとモールドとモールドの間を傷をつけないように、反対側もやります。幅を測りました。もうそのままの形で延長用のプラ板が量産できます。全部で4枚あればいいのでですね。ここに乗せてつけてやります。で、上げましょう。ポリパテである程度埋めてやろうと。で、こいつはここのところにちょっと枠をかけてやりたいんだけど、どうしようかな。はい、ポリパテいきます。いつものポリパテ、造形村のポリパテです。やっていきましょう。塗ります。2滴ぐらい入れとこうか。なるべく発生しないように気をつけましょう。こんな形でじゃんじゃんいきます。これだけポリパテで固めてる最中でございます。はい、そうしましたらね、これも半生状態になりましたんで盛り上げですごいところがあるところね、そういうところを、除去しておきます。先にね、怖いんで、こういうやつは下に向けてザクザクと、4つあるからね。ご覧になってわかると思う。大量の切削粉が出ます。縦の成形をしてまいります。進めてしまいましょうか。できてますね。で、ちょっとダメなやつだけ足さなきゃいけないやつを抽出ピックアップして足していこうと思います。ちょっとお掃除しましょう。粉だらけだから。はい、面倒なところは、ツールでこれに伸ばしたやつを除去していきます。これに、これのですね、ギリギリまで削って、あとはペーパーで整えてというとこですかね。ペーパーだけで修正できそうですね。ちょっと削りすぎてるかもしれないけど、よし、接着します。こんな感じで後ろに下がりましたね。はい、プラ板でね、こんなものを作ってみましたね。で、ピンバイスで穴を開けてやって、
って、はいはいはい、まあ、こんな形でね、悪くないね。だんだんなんかビルドファイターズ系になってきてるんで、いい加減やめないといけないかもしれないですね。はい、いよいよあの腕の関節のプラバンとしていきます。これで 0.7 なんでまだ余裕がありますから 0.5 2枚かな。反対も、ちょっとこれぐらいに丸くしておいてですね、ぴったりですね、隙間がほぼないぐらいな感じで収まりました。いいですから、これが短いと、ここからですね、ここまでを長くしたいんですね。でもう、これはですね、プラ板でどれぐらいの長さに上げるかっていうのを見て、でそこにもうポリパテを盛り付けて、成形していくという方法を使っていきます。こんな形ですね。はい、こんな形で止めてやるとね。まあ、パテ作業は、寝る前にやった方が何かといいので、ね、今日やる他のパテ作業ですね、ここの隙間を埋めるというパテの作業を行いたいと思います。はい、ポリパテを混ぜます。盛り付けていきます。では、肩口のポリパテ、パテ工作ですね。寝る前にやっておけば次の日この作業ですね、これをまたきれいに精査、成形していく作業がね、から始まるということになります。まあまあ、あの瞬間接着剤を混ぜておりますので、効果時間はですね、思ったよりも早い。できますね。で、また、成形をね、してやればいいでしょう。はい、こちらもやっていきます。はい、これが1回目のポリパテを盛り付けた後でございます。一つ、そしてもう一つですね。でこれちょっとまあ粗いところがありますので、ここに足してやるということに。イソプロピルアルコールでやっても構いません、同じです。今はこれはオスメイティでやってますね。こういう隙間ね、隙間なんですけども、硬い接着剤でやると、瞬間接着剤とかでやると成形するときに絶対傷が、いらないところに傷がいっぱい入っちゃうんで、まあ、こういうパテを詰め込んで余分なところを拭き取るというやり方ですね。で、隙間がなくなってくれたと思います。はい、ちょっと地味な作業ばっかり続いてるんでね、どこで動画を上げようかすごく悩んでしまいますね。